ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日は宇宙につながるとか引き寄せとか、なんかそういうのなんやねんってちょっと思ってる人たちに対しておすすめの本が姉からあるのでお話ししたいと思います。はい、そう、私自身もね、なんかそういう言葉を聞くたんびに、うん、宇宙、銀河、それが一体なんかこう どうなってこうなって、うん、どうなるのみたいな、そうだ、うんうん、なんかこう全然理解できへんくてさ、うんうんうん、でもなんかいいもんなんやろなとかさ、なんかこう、うんうんうん、それ知っとったらなんかいいんかなっていうことだけはなんとなく漠然と思ってた時に出会った本が、うんうん、このリリー・ウィステリアさんっていう、うん、宇宙とつながる自分とつながるっていう本や、ね、うん、うん、でここに書いてる一節で、うん、まあ宇宙とつながりたい人はまず自分自身とつながりましょうっていう、うんうんうん、そうところ、なんか要は、うん、大いなる宇宙のことっていうか、そういう私らが思う宇宙っていうのは大宇宙って言って、で私たち自身をなんか小宇宙っていう、うんで宇宙とつながりたいと思っている人はまず自分を深くじっくりと観察していきましょうっていう時になんかすごい腑に落ちてんな、うんうん、ああ、なるほどね。あ、だからなんか空のさやな、そうそうそう、宇宙とかなんかもう壮大なイメージでさ、そうそうそう、 NASA ですか、そう、もうなんか、なんか更新するんですかぐらいなんかそう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 、そんなんできへんみたいな、そんなだってスピリ、うん、スピな力ないしみたいな思うやん、うんうんうん、バシャルちゃうし、そうそう、それがさ、なんか自分って言われた瞬間、あ、だから直感とかがそういうことかとかさ、うん、うん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 、うん、あ、なんかひらめきが降りてくるとかさ、うん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 、そういうことかっていうことに、うん、なんかすごいこう、うん、自分の中でなんか腑に落ちた、うん、他でもまあ本当にもっと細かく、うん、そうそうそう、例えば本当にこう宇宙はなんかこう1ミリの狂いもなく私たちのベストな環境に采配しているとかさ、なんかエネルギーのこととかも、うん、書いてくれてるし、まあ、自分とつながるっていうのがどういうことかっていうのも書いてくれてたり、うんうんうん、私、まあ、この中で一番やっぱり次にすごい好きっていうのが、この怖いはゴーサインっていう、うん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 、これ私めちゃめちゃ生徒さんにも言うし自分でもめちゃめちゃ使う言葉、そうだから、まあそうやってこう何かしたい時とかにさ、うん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 、なんかワクワクするけどなんか怖い、うん、うんうん、なんか本当は進むべきなんだけど怖いからやめるって結構あるやん、あるある、うんうん、うん、で私の中も逆にその怖いってなった時って行ったらあかん道やって思ってたから、あーせやな、うん、悪いよかみたいな、そう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 、うんうんうん、そう、それがもう、うん、怖いはゴーサインです、怖いも選択してくださいっていう一文を見た瞬間に、うんうん、もうなんかこうカルチャーショックではないけど、うん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 、みたいな捉え方やな、そう、うん、でまあこれをするようになって本当にやっぱりさ、うん、うん、すごい体験ができたりとかさ、うんうんうん、ね、これが本当に、そう、怖いはゴーサインとか宇宙からのエネルギー反応であなたの人生に必要だからこそワクワクドキドキするんですとかって書いててくれたらさ、うん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 、もうなるほどとしか思えへんかったよね、そうやな、なんかほんまになんかもう宇宙とつながるとか、うんうん、宇宙がどうのこうのっていうのを聞くとなんか、あ、ちょっと宗教ですかみたいな、なんかさ頭大丈夫ですかみたいなさなんかもう好きすぎてみたいなさ、うん、そう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 なるけど、でもそれをさやっぱ分かりやすく解説してくれたらさ、うんうん、あ、なんやそんなことみたいな感じで、うん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 、なるかやっぱそういうのがちょっと、うん、なんかよくそういうの聞くけど分かれへんわっていう人には、うん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 、この本を読んでなんか、うん、あ、実体験というかな、自分に腑に落ちた時にやっと分かったっていう感じかな、う、ね、うん、だから本当頭でどれだけ考えても行動しない限りは今と変わらないでしょうとかさ、時間が大切ですとか、
うんね、今この瞬間が人生で一番若いですよとか、同じようなことはいろんなところで言ってるんやけども、うん、分かれへんと聞いてな。そう、なんかね、リリーさんの本ってすごくこう、なんていうかな、分かりやすく書いてくれてる。難しい言葉じゃなくって、本当にあの優しい言葉で書いてくれてるから、そこが私はそんなさ、もともとその難しい本とか読むの苦手やしさ、本がそんなに得意じゃなかったから、なんかそうやって本とかが得意じゃない人も、この本を読むと、ね、エネルギーのことだってわかるし、宇宙のこともわかるし、そうすると多分今何をしたらいいかっていうことも、きっとこの本の中にいろんなヒントが隠れているんじゃないかと。ああ、そうね、まあリリーさんって言ってもね、日本人の女性で、教師っていうこともあって、そういうちょっとなんだろうな、死体不自由じゃないけど、そういうところもなんかすごいご縁を感じるし、サポートをするね、もともと方やから、やっぱり、噛み砕いて、そうやって、すごい、上手やし、私も2、3回お会いしてる、めっちゃおしゃれやねそれも、モリリちゃんの服めっちゃかわいいね、だからそれも好きやねんけど、綺麗な方やし、でまあね、YouTube もされてるから、なんかぜひ僕もなんかこう、あ、そうね、ね、参考、本読むのもって思えたら、そうやってね、まあ YouTube ね、見て、その後に本買っていただくのもいいかもね。そう、私本当もう4冊ぐらい持ってるけど、どれも本当ね、読んでなんかこう内面的なこととか。手帳にもめちゃめちゃつながるから、なんかこれぜひとも、興味がある方は読んでいただくと、またリンクね、貼っときますんで、ぜひともツイッタートしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。